こんにちは。おもちゃコンサルタントマスターの武田まりえです。今日は猫の追いかけっこというおもちゃを作ります。使う材料はガムテープ。これは使いかけのもので大丈夫です。竹串12センチに切ってあります。細長い紙、それからストローが2本、絵を描くためのクレヨンやセロテープも用意をしておいてください。では早速作っていこうと思います。まずこのガムテープの内側に竹串を貼っていきます。片側にはみ出すようにしてテープで留めていきます。しっかり貼り付けましょう。片方にはみ出すように貼ります。そしたら今つけたこれのちょうど反対側、ここにもう一本の竹串を貼ります。この時逆側にはみ出すように貼りましょう。こんな感じで仕組みが出来上がりました。では次にコロコロと転がすための絵を描いていきます。細長い紙に絵を描きます。今日は2匹の猫を描きました。ではここにストローをつけていきます。こんな感じで絵のなるべく前の方にストローをテープで貼ります。こんな感じです。これで出来上がりです。先ほど用意したテープの芯に猫をこのように引っ掛けます。そしてガムテープの芯をコロコロコロっと転がすと2匹の猫が追いかけっこをします。反対からも動かしてみます。コロ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 、広いところでぜひ勢いよく動かしてみてください。絵を描くのが苦手な人は自分の足型を取ってこれにストローをつけて遊んでみましょう。自分の足と追いかけっこしても楽しいですよ。ぜひ作ってみてくださいね。